香川県立観音寺第一高等学校は、香川県観音寺市もてぎ町4丁目にある公立高等学校。通称はみ一。2020年に創立120周年を迎えた旧正みと予中学校とみと予高等女学校を前身とする高等学校である。校庭には本校のシンボルでもある楠の木事が生い茂る。 全日制は普通科と理数科を設置している。入学志願の際は学科を分けずに一括募集し、2年次に分かれるくくり募集を行っている。55分授業や、修塾度別少人数授業、早朝学習、希望者を対象とした土曜日講義、クスノ記セミナー、インターネットテレビ会議システムを活用した、東京大学の高校生向け講座を導入している。 定時制は月曜日から金曜日まで授業が17時50分に、始まり21時10分に終了する4時間授業を行っている。卒業までに4年を要する。臨床心理士及び学校心理士の資格を有するピアサポート活動に精通した教員の指導の下ピアサポート養成講座を実施している。2017年度に文部科学省から スーパーサイエンスハイスクールの指定を受け、これまでのカリキュラム開発を基礎として、より実践的な研究開発を行っている。2019年度に、文部科学省から、スーパーサイエンスハイスクールの事業科学技術、人材重点枠に指定され、統計、データサイエンス教育の充実を、全国の高校や地元の小中学校と連携しながら取り組みを行っている。 2019年5月14日、本校とビッグデータの活用研究を行っている、滋賀大学とが広大連携協定の締結を行った。情報通信技術を用いて、教育や研究、人材育成を共同で進めている。本校卒業生の田岡和彦、藤田敬造、秋山藩には、滋賀大学経済学部前身の彦根高等、商業学校の教授を務めた。 また、田岡和彦は、彦根高等商業学校校長、秋山藩には、申請主が大学発足時の学長事務取扱いを、歴任した。毎年2月中旬に1年間通じての、研究開発成果の報告会を、生徒 SSH 委員会が、司会や運営を行い実施している。理数科、課題研究、普通科文系、文系課題探究、普通科理系、 課題探究のすべての2年生と1年生の特色コース及び行事参加生徒が研究開発成果を発表。うち数本のポスターセッションは研究開発成果を英語で行い、質疑応答も英語で対応している。2020年度に WWL 拠点校の関西学院高等部の連携校となり、普通科文系、理系、理数科が他の高校。 大学と連携を行い取り組みを行っている。WWL とは将来的に世界で活躍できるイノベーティブなグローバル人材を育成するため、これまで培ってきたスーパーグローバルハイスクール事業の取り組みの実績等を踏まえながら、グローバル人材育成に向けた教育資源を活用して、高等学校等の先進的なカリキュラムの研究開発、 実践と持続可能な取り組みとするための体制整備を行って、高等学校等と国内外の大学、企業、国際機関等が共同し、テーマを通じた高校生国際会議の開催等、高校生へ高度な学びを提供する仕組みの形成を目指す取り組みである。学芸部、運動部合わせて38の部、同好会がある。ありがとうございます。